あ、どうも。どうも。こんにちは。いや、草さん、はい、初めて見たんですけども、はい、すごい体でかくないですか？僕ですか？いや、僕なんか全然体でかくないですよ。もう、すごいちっちゃいですし、そんなでかいなんて言わないでください。めちゃくちゃ体でかいですよ。え、すごい、めちゃくちゃ、もうコンテストとかで通用しそうな体してますよ。コンテストですか？いや、コンテストなんて全然考えてなくて、むしろこんなちっちゃいやつがコンテストなんて言ったらもうほんとステージの冷やかしでしかないんで、もうほんと僕筋肉ちっちゃいんで、そんなこと全く考えてないです。足なんかもうめちゃくちゃでかいじゃないですか。スクワット何キロやってるんですか？200キロ以上やってますよね。足ですか？もう足なんかもう全然もう、なんだったらもうオリンピックバーの方がでかいんじゃないかっていうくらい僕の足ちっちゃいんです。スクワットなんてまだまだ300キロしか上がんないんで、やっぱり400、500上げなきゃダメじゃないですか。300キロ上げてなんかもう僕なんかも全然もうほんとしょぼくてもうどうしようっていう感じで、もうほんとどうしようもないんです。僕の体何食べてもでかくならないし、1日16食ぐらい食べてるんですけど、僕どうしようもないなんです。だから努力して続けるしかないんですけども、僕ほんとにもうすごい体ちっちゃいんです。なもう重量なんて扱えないです。だったらもう埃の方がなんか僕の素材のより大きいんじゃないかなと思うんですよ。もう体ちっちゃいし、もう僕メンタルもちっちゃいんですよ。もうメンタルなんか飲みの心臓なんです。で、飲みの心臓って言うんですけども、飲みに対してもなんか失礼なんじゃないかなと思うぐらい僕の心臓もほんとちっちゃくて、もうすぐ追い込んでても、スクワット僕いつも10回やる時の重さってもう270キロとかやるんですけども、270キロやる時もう無理もう無理と思いながら、なんか気がつけば15回ぐらいやれてるんですけど、15回やれてるんだったら20回やればいいのと思うんですけども、僕のメンタルも本当に弱くて、どうしか何なんですかね、これも本当に僕きっとね、もうあんま向いてないんですけど、頑張るしかないんです。